にちは。さあ、ゆたかさん、早くも…てんてんてん。何が早くも自力優勝じゃないですよ、うん、自力 CS 進出消滅してしまったチームが2チーム、しかもくしくも同じ日にというところで。そうだな、はい、同じ日か。同じ日なんです。セ・リーグが中日、そしてパ・リーグが日本ハムというところで、まず中日なんですけれども、はい、両リーグ最速のもう60敗目を喫しまして、はい、自力でのクライマックスシリーズ進出が消滅と、はい、で今年はですね、去年の8月31日よりも22日上回って CS 進出消滅になってしまった。去年よりも22日早めに消滅だったと。で、まあでも上位は強いからな、今年はな。まあそうですね、うん、だからまあこれは仕方ないかもわからないけど、さらに借金、22、はい、これは2016年以来7年ぶりということで、はい、この借金22というふうに膨らんだのも、まあ岡林、細川、大島とかな、モチベーション高く頑張ってるけどな。そうなんですよね。で宇佐美もな、途中加入で、うん、まあよく頑張ってると思うしな、はい、まあ、それでもダメか、はい、で一方の日本ハムは去年の8月18日よりも9日早く自力での CS 進出の可能性が消滅したというところで、うん、新庄監督がやっぱりスタンドのファンの皆さんが途中でバタバタバタと帰っていくのを見るのが本当に辛いと。辛いけど帰ってるファンの方が辛いんじゃないの、まあ、そうですね、辛いから帰るっていうのももちろんあるんですけれども、うん、今出ている選手たちが必ず爆発するんで、ちょっと今は辛抱してください、選手たちも頑張れっていうところも含めて、うん、力不足ですっていうのもおっしゃってたんですけれども、まずね、はい、まあ、両チームに言えることはやっぱちょっと落ち着かないな、うん、というのはやっぱこう弱いからトレードしなきゃしょうがない、はい、でトレード補強して、でそれを使っていく、やっぱチームのバランス、チームのその雰囲気、まあ、そういったものっていうのがやっぱ落ち着きをなくすよね、はい、と思うよ俺は。だからそういう意味ではそのトレードしてる選手たちが活躍できる場があるっていうのが、うん、そもそもレベルが全体的に低いのかなっていうふうに、はい、まあ、感じてしまうよね、うん、まあオリックスも一つトレードをやったけども、はい、まあだけど最初のうちは使ったけどね、うん、今はこう使い方を考えながら、そんな先発も広がっていうのはしてないし、はい、じゃあ阪神がしたかってしてないし、うん、じゃあ広島がしたかって言ったらしてないし、だからトレードが悪いっていうわけではないけども、チームの落ち着きをなくすっていうのは確かにあるよねっていう、うん、ただいいトレードはしてると思うけどね、はい、まあ、あとはやっぱそうだな、まあ、中日の場合は来季に向けていろんな選手を試しながらやった時期もありながらね、はい、で、まあ、石川が戻ってきて4番で育てようっていうふうに一生懸命やってるし、まあ、そうだな、木下の代わりにじゃあ宇佐美を使うのかとか、うん、ビシエドを外してまたビシエド入れたら打ち出したとか、うん、まあなんかちょっと落ち着かないっちゃ落ち着かないけども、はい、最大のあれはやっぱ小笠原、はい、まあ、開幕投手で今年なんかねエースの扱いをしてて、ここに来て勝てないとかね、はい、で柳がやっぱこう立ち上がりに不安というか難があるというかさ、うん、重いんだよね空気が、うん、投げてる感じがね、はい、そういう意味ではやっぱこう自慢で強みだったものが強みじゃなくなってるという今現状があってね、それはやっぱ苦しいよなっていう。あの高橋宏斗投手もやっぱ勝ちと負け逆にねなってるっていう状況が、やっとここに来てポツポツ勝てるようにはなってきてるけども、最初の計算とはもう全く違うような成績でねスタートしたし、だからなかなかやっぱこう強みが強みじゃなくなってるっていうのがちょっと辛いよな。だから涌井だって最初の頃抜群の制球力で、はい、抑えてるんだけど援護がないとかね、まあ、だからまあチグハグはしてるんだよ。そうですよね。ただ一番の強みっていうのは中日はやっぱピッチャー陣がいいっていうことだったんだよね、うん、だからまあそこら辺も崩壊しつつあるという。そうです、ね、まあ、そうなってくるとやっぱ戦うっていうのはなかなかしんどいよね、うん、そのある時はもう2桁安打でどっと得点取って勝つっていう日もあれば、いきなり翌日0点で得点入らなかったりっていうのが本当波のようになって、まあ、極端だよね、はい、だからまあそれはまあチームの落ち着きだとか、まあ、いろんな人を使いながらやっていく。ただやっぱ中日は来季に向けてねどう整理していくか、はい、だから中地がまあ初勝利を挙げたりだとかいいところはたくさんあるんだよね、うん、
だけど、まあ、それ以上に成績がな出ないとなかなかな。今じゃあ中日で本当に安定してる野手っていうと岡林、まあ、岡林、細川、細川選手、大島、まあそうだな、大島はなキャリアが違うからベテランですけれども、ね、うん、やっぱりこの3名だけで残りの方たちがちょっと不安定っていうところなんですかね。まあ、石川選手であったりとか高橋周平、ビシエドっていうのがさメンバーに入るとなんとなく落ち着いて見えちゃうんだよ。そうなんですよね。だからまあそこら辺ではその若手使ってもまだまだ成長ということではないんだよね、うん、まだそこまでいってないんだよ。石川選手もやっぱりまだ不安定さというか、うん、不安定さとやっぱ守備が良くないな。エラーそうですね、うん、だから、まあ、そこら辺成長してくれるとね、うん、だからチームの核っていうものをやっぱまずは作らないとね、うん、なかなか厳しいかなとは思うけど、ね、そうですね。今最下位で自力での CS 進出が消滅したと。 CS っていうのも3位まではもうなくなったっていうことだからな、はい、自力ではもう無理っていうことなので、となると、まあ、残り40数試合っていうのは中日はどういうふうな試合をしていけばいいんですか。今後を見据えてになってくると思うんですけれども、だからといって負けていいわけではもちろんないでしょうし、で負けるにもやっぱ希望があったらファンは見てくれると思うから、誰を来年どうしたいのかっていうことのビジョンをやっぱファンに見せる、はい、そうしないと、まあ、来年も期待できないっていうことになってしまうとね、うん、ファン離れっていうのがあるし、はい、だから来年もこうしてああするこうやったら勝てるようになるっていうビジョンがやっぱ見れるといいな。例えばそれは打線なんかでこの選手をもずっと最後ここで使うとか、だからまあ石川を4番で育てたいんだったら4番にもう据えちゃうとか、はい、ずっとね我慢して、で二遊間も、まあ、今高橋周平がセカンドで守ったりとかいろいろしてるけど、来年本当に高橋周平をセカンドで使うのか、その場しのぎなのか、うん、じゃなくてやっぱ来年こいつがこうなるっていうことを見据えて、はい、しっかりやった方がいいのかなっていうのは気はするけどね。例えば、まあ、岡林なんか一番でね、まあそうですよね、うん、もう絶対使っていくだろうし、うん、まあ、細川はもう、まあ、プロとしてのキャリアはあるから、はい、だからそうだな、まだ若いし、じゃあクリーンアップの一角を絶対任しておくとか、うん、それは細川選手が4番で例えば石川選手3番とかだと違うんですか、ね、いやこれはもう指揮官の考え一つだよ。だからこれはどっちでもいいと思うんだけども、はい、石川を4番に育てたいんだったら石川を4番でもう教育していくしかないしね、はい、まあ、それはまあ指揮官の考え方だな、はい、まあ、あとキャッチャーもねおっしゃってたようにその宇佐美選手でいくのか木下選手なのかっていうところもあるでしょうし、うん、まあな、そうだな。だからなかなかやっぱこう負けてるチームをどうするかっていうのは選手がまあいないというかね、はい、まあ、やり方もあるんだろうけども選手はいるんだけど能力的にねまだキャリア的にまだ少ないっていうところはあるよな、うん、まあ、でもねファンにも来年につながるような試合見せてほしいですね。いやこれは見せないとやっぱファンがもうついてこなくなるからね、うん、だからそうしてほしいなと思うし、はい、で立浪がやってることっていうのはトレードをしたりだとかね、間違いでは俺はないと思うんだけども、だからそれをどう勝てるチームにしていくか、これはやっぱ能力だからね、はい、頑張ってほしいな。そうですね。で一方で日本ハムなんですけれども、うん、ね、今年はさらに、ね、上を目指してっていうところを言って、ね、頑張っていただけに、うん、新庄監督は今年は優勝する、今年は勝ちに行くって言ってひっちゃかめっちゃかやらなくなったよね、はい、俺ひっちゃかめっちゃかの方が良かったのかなとか思うけど、うん、ただやっぱり未だにある程度のメンバーを固定できないという、うん、それとトレードの取った選手が入ることによって落ち着きをなくすというか、はい、で DH に軍事とかね、はい、使ってるけども、まあ軍事に他の守れるようなポジションを与えないと DH っていうのはやっぱ相当打ってくれる人じゃないとさ、はい、ホームランも含めて、だからまあそこら辺でちょっとまだまだ弱いのかなっていうことと、日本ハムはやっぱミスで負けることが多い。そうですね、うん、だからミスをもうとにかくなくすことしかない、うん、じゃあ清宮が三塁手としてやっていけるのかって、うん、俺はちょっと厳しいと思うよ、うん、やっぱり一塁手だよね、はい、うん、そしたら使えなくなる選手っていうのがたくさん出てくる、その都合によって傭兵してるとやっぱそういうボロはどん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 出てくるよね、はい、うん、
だから、まあ、ここら辺は俺守りを固めた方がいいと思う、うん、ポジション固定して守りを固めるっていう、まあ、打順もそうだよね、はい、打てないから打てるから打順を変える、いやそれは選手の責任なんだから、うん、その責任を取らせるようなやっぱ指導っていうことも、まあ、大切なのかなっていうふうには思うけどね、うん、ミスが多いのと無謀なことが多いという、無謀なこと、うん、まあ、例えばここで走っちゃうってアウトになる、あおだねみたいなことが多いよね、うん、はい、うん、だからそういった意味ではもう少し落ち着かせてやった方が、で一つ一つ責任を与えてやった方がいいのかなっていうような気がするけどね。じゃあ残り40数試合、ここからは例えばそのポジションを固定して打順も固定で残りいった方がいいのか、それとももうこうなったらいろんな若手の選手を逆にここから例えば使っていく、いやもう分かってるはずなんだよね、あ誰を使って誰をこうすべきかっていう、そうだね、だから例えばマルティネスの一つの例にとっても、うん、キャッチャーをやらないときは DH でいいと思う、はい、で清宮をファーストに持ってきてみたいな、サードに野村がダメだったら他に作らなきゃいけない、はい、で確かにバッティングはいいかもわからないけども、いやサードはもうできませんって言ったら、いや DH マルティネスいるよってキャッチャー以外、じゃあキャッチャーに入ったときに君は DH しか使えないよって、うん、やっぱりね、1番が10人、ね、日本ハムのいい選手を10人並べよう、そしたらそれをこう当てはめていってもさ、それは守備の破綻を引き出すって、はい、そしたらリスクを伴うっていうか、多少なりとも戦力ダウンしても、やっぱ守りを固めないとさ、はい、やっぱね、勝てないよ、これは。ちょっとエラー数もね、多いですし、ね、記録に見えないエラーも多い。だからこれはやっぱ守れる人間じゃないと打席に立つ権利はないよっていうぐらいのことじゃないと勝てないよな、いくら打っても水漏れしてると、はい、パッキンが緩んでるから、そうですね、今シーズンの終盤のテーマになってきましたね、パッキン大事ですね、大事なんだよ、だから、まあ、そこら辺はやっぱ長期戦を戦う上ではそういうものっていうのはすごく大事なんだよね、はい、これね、もう歴史上そうなんだよ、うん、まずは戦える体系を整えろって、じゃあ体系って何かって言ったらやっぱ守りなんだよ、で攻撃っていうのはそれはたまに打つかもわからない、パッ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 パーンって、うん、はい、その時は拍手しときゃいいだけで、まあ、大体相手は接戦になると思っときゃいい、うん、そしたらやっぱ戦略で勝っていくしかない、はい、そういう風な布陣を固めた時にはね、うん、まあ、そうなった時にはやっぱ監督の手腕だよね、そうですよね、あとは、うん、だからね、適性があるんだよやっぱり打順にも、うん、あこいつは 1,2 番に向くとか、うん、でこいつは性格的にクリーンナップとか、うん、それを度外していろんなところを使うとやっぱおかしくなるというね、選手、優秀な選手たくさんいるけどな、日本ハムは。そうですよね、魅力がある、うん、だけど、うん、片手落ちというかさ、うん、いいけども守れないとかさ、はい、そうじゃなくてまずはやっぱ守りを考えた方がいいと思う、うん、そうですね、中日にも同じこと言えますしね、うん、ただね、エスコンはね、まあ、新しい球場だけに球場としては素晴らしいかもわからないけども内野手は苦労する、まだ芝の付きが悪いんだよ、あ、そうなんですね、うん、でね、まあ、技術的なこともあるけどね、うん、技術的なこともあるけども守れにくいっていうことは確かにある、あ、うん、だからまあそこら辺で半分使うわけだからさ、本拠地として、だからリスクは伴ってるかもわからないけども、まあ、それでも守らないとな、うん、相手もそのぐらい危険性があるわけだから、そうです、ね、相手の方が危険性が秘めてるわけだから、うん、たまにしか使わないからね、はい、それでは守りだな、守りを固めないとダメだな、うん、とは思う、そうですね、守りもそうですし、やっぱりエラーが多いとどうしても順位がこの位置になってしまうっていうところにつながってきちゃいますよね、やっぱね、ミスしたら負けるよ、うんうん、だからミスしない選手を育てないとダメだな、そうです、課題ですね、うん、それもだから着実にはいってると思うんだけども、うん、打つ方とかはね、はい、だから守りはね追いついてきてない、うん、悲しいから、うん、そうですね、うん、だから守れる選手を使ってほしいなと思う、
まあ、中日も日本ハムも、まあ、残り40数試合、まあ、CS 自力でいけないってなってしまいましたけれども、でもファンはね、それでもファンで見に来るわけですよね。いや、それはもちろんそうだよね。はい、なんかそのファンの人が来てよかったなっていうふうに最後まで思えるゲームをしてほしいなって、まあそうだね、見たいなって思いますよね。まあ魅力があるからね、逆に両チームとも、うん、はい、だから、まあ、本当頑張ってほしいけどな。そうですね、はい。